ストはね、まあ、本来一般常識で言えばですね、アランチーノにソムリエというのはミスマッチと思われるわけなんですけれども、ミスマッチなんですかね、まあ、我々日本人、日本での、ね、習慣とかですとね、まあ、高級レストランに高級ワイン1本5万円、6万円するワインを選ぶための職業というふうに思われがちですけれども、はい、まあ、ヨーロッパではもっと広く庶民的なレストランにも必ず一人いましてね、料理に合った、場合によっては料理ばかりじゃなくてその体調とか気分に合った、ちょうどその薬局で処方箋を、風邪って言ってもいろいろ頭も痛い、お腹痛い、いろいろありますから、その時によっていろいろなその処方しますけど、ワインもちょうど同じで、状況によっていろいろ違うんですね。この料理にはいつもこれという一本じゃないんですね。ですからそういうためには別に高級レストラン、低級レストラン全然関係ないわけですよ。ですから、まあ、私どものようなカジュアルなイタリアンレストランでもね、十分にその辺はそのソムリエのサービスの価値を発揮することができるというふうに思って、アランチーノにワイン飲みに来ていらしてください。ちなみに稲村さんは赤と白いだどっちが好きなんですか？まあ、難しいですね。まあ僕は両方好きなんですけど、一般的にはまあ白で始まって赤で終わるみたいなね、はい、っていうのは最初は前菜アピタイザーですから、はい、軽いものが多いわけですよね、はい、ですからやっぱりOK, thank you very much, Alex. でも最後は例えば肉のようなものになるんで、はい、赤かなという感じですね、はい、だからやっぱり両方ですよ